れほど歩いたでしょうか。気がつくと、辺りはすっかり暗くなっていました。姫は慣れない人間の姿で、王子は見えない目で危険な森を歩き続けたので、二人ともクタクタです。二人のお腹がぐーっと鳴り始めた頃、ちょうどよく休めそうな場所をつかりました。王子、今日はここで休みましょう。姫は王子にそう告げると、夕食の準備を始めました。じゃん。姫はとっておきの肉を取り出しました。さあ王子、どうぞ召し上がれ。肉は姫の大好物です。きっと王子も喜んでくれるはずと、ニコニコしながらぬるりと血が滴る肉を王子に手渡しました。ありがとう。差し出された肉を口にした王子はうーんと首をかしげます。なんだか不思議な味だね。取れたての新鮮なウサギのお肉よ。どう？美味しいでしょ？姫は自信満々に胸を張ります。しかし、もしかして生のままのお肉？王子は思わず口にしたものを吐き出してしまいました。喜んでもらえるとばかり思っていた姫はキョトンとして王子を見つめています。ごめんね、僕の国ではお肉を生で食べることがなくて。むせながら謝る王子を見て、姫は罰の悪そうな顔をしました。肉はどうやって食べてるの？僕の国ではお肉は火で焼いて食べるんだよ。生で食べるとお腹を壊しちゃうから。え、火を使うの？火という言葉に姫はびくりと体をこわばらせました。化け物たちは火が大の苦手です。それを使うだなんて、想像しただけで姫は怖くなりました。そっか、ここには火がないから、代わりに果物を取ってくるね。火を使うことができない姫はそう言ってその場をごまかしました。
Thank you.